あ、昨日よりだいぶ顔色いいみたいじゃない？どれどれ？まだ微熱あるかな？正午、君、ご飯まだでしょ？作ってきたんだ。食欲ないときって好きなもの欲しくなるじゃない？知らなかった？でしょ？それから栄養価が高いものをって思って、これも君の大好物、甘くない卵焼き。昔よく市販のお弁当に入ってる卵焼きが甘いって叫んでたじゃん。そうだよ、それでうちのはこんな味付けじゃない、もっとさっぱりしててうまいんだとか言ってさ、その時もそれはだし巻き卵だよって教えてあげたのに覚えてない？何がわかるっていうの？平気？風邪なのにお風呂なんて入ってさ。何がわかるっていうの？そうなんだけど、湯冷めしたらいけないもんね。はい、どうぞ。
ゃん、疲れちゃったんだもんね。君元気じゃん、熱下がった？正午のケチ。なんで急に他人行儀なのよ。元気じゃん。知らない。ショーゴ、このここんとこ読んで。ここ。うん。もう私は踊らないよ。私はもう踊らない。時々は思い出すよね、私のこと。なら一番いい勝利をするよね。思い出す時はほら、この顔をよろしくね。さよなら。そう、終わり。そう。帰ろっかな、そろそろ。明日も撮影だし。うん。じゃあ。タモリのバンブク TV の時間。よしと、これが見たいから早めにお風呂入ったんでしょ。じゃあ本当に帰るね。バイ。そっか、こっち寄っていいか。じゃあ開けて。
疲れた。天罰が下るぞ。バレバレなんだよ。匂いだよ匂い。残りが、これがモデルの匂いか。違う、ネオちゃんのはこういう香りじゃない。もっと甘い匂いだ。俺の香りに対する分析力を見くびるな。だったら目を見ていけよ。お前の今の彼女はネオちゃんなんだろ。最悪、泣いて愛読者、日本国民の権利を剥奪するべき大バカ野郎。日本は一夫一妻なんだよ。重婚は罪だ、浮気も罪だ。彼女に内緒で昔の女を連れ込んでる時点で立派な浮気なの。あれだよな、無知は罪って言うけどさ、お前のそれは何？本当に知らないのか、知らんぷりなのか、知らんぷりしてるだけの自分を知らないのか、どれなのかわかんないけど、知らなければ仕方がない。そう、仕方がない。自分は知らないのだから、汚いことも悪いこともした覚えはない。だから自分のせいで誰かが傷ついたとしても、自分は罪を犯していないはずだ。自分はいつも誰の立場にも寄らずに、一歩外に立って、ただ眺めるような生優しい目を世間に向けて、そうしていれば何も咎められるはずがない。咎められたとしても自分には罪がないから許されていいはずだ。そういう自分をごまかすための言い訳をいつも心のどこかに携帯して生きている。俺はお前のことが好きだけど、お前のそういうところに時々カチンとくるよ。つけてるぞ。
ヤスとの勝負は128勝129敗1引き分け。子供の頃から何度も競い合って、まるで二重写しの同じ人生を歩んできたんだ。それなのに奴はもうこの世にはいなくて、俺がここにいる。それがどうもわからなくてね。よかったね、元気になって。じゃあ今日は外で食事の方がいい？